韓国のドクト級強襲揚陸艦の2番艦であるマラド強襲揚陸艦が就役しました。この2番艦に F-35B ステルス戦闘機を艦載するという噂があったのですが、実際は違ってましたね。今回はこの馬ら島について見ていきたいと思います。2021年6月末に馬ら島強襲揚陸艦は就役しました。1番艦ドクシマは14年前の2007年平成19年に就役していますから、かなりの時間が経ったわけですね。この14年の進歩でしょうか、同型艦のドクトーより馬ら島の船体がかなり大きくなったそうですよ。これも自慢の一つなんでしょうね。同じ時期の日本の動きを見てみましょうか。海上自衛隊はヘリコプター搭載型護衛艦である伊豆、元加賀の2艦を航空母艦化することを決定しました。馬ら島がこの時期に就役したのは、韓国がこういった動きに反応したのではないかと見る向きもあるのです。そう考える理由ですが、この馬ら島艦の全通飛行甲板に航空機用の耐熱加工をしたと見られているからです。なので、日本の伊豆も夜加賀と同じように短距離離陸及び垂直着陸できる F-35 戦闘機を艦載する可能性があるのでないかとも推理されています。といっても、この耐熱処理はF-35 戦闘機用レベルではなく、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸レベルに過ぎないとも言われ、F-35 の超高温排気熱には耐えられまいと推測する人も多いようです。こういった人の意見によると、もともと韓国には F-35 排気熱用の耐熱塗装技術はない。まして、ドクシマ級強襲揚陸艦は、F-35 ライトニングを収容できる設計にはなっていないという理由が2つもあるからということです。そして、何といっても、耐熱加工以前の前提として、馬ら島の飛行甲板強度は、戦闘機の離発着の荷重を計算して設計されていないということです。ですから、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として利用するということは、物理的には無理だろうと推測されるのです。つまり、意気込みは高いけれど、実態が伴わないということでしょうか。戦闘機を乗せた途端、艦が沈んだなんてなったら、ギャグでしかありませんよね。肝心の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機ですが、有能な戦闘機ですから、その分、運用に関しては、リクエストされるものも多いようですよ。運用には、特殊要素が求められるとか。具体的には、飛行甲板の強度、耐熱性、収納空間などの構造も考えなければならないそうです。馬ら島には、確かに、全通飛行甲板がありますが、戦闘機を艦載して使用するのは、そんなに簡単なことではないとわかるでしょう。別の見方をすれば、日本の出雲、夜加賀は、設計や建造の段階から F-35 運用を想定していたとも言えましょう。この艦を作るときに、この艦艇は、憲法で禁止されている空母ではないか、と野党が指摘していたのも当たらずとも遠からずだったのかもしれません。これまでの日本政府の見解を確認すると、憲法上保有できないと規定しているのは、SLBM、サブマリンランチェド、ボールイスティック、ミサイル、潜水艦発射弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦、及び長距離戦略爆撃機や攻撃型空母です。この規定から判断すると、出雲、夜加賀は攻撃型には入らないという判断になっているのですね。
言葉遊びみたいな気がしないでもないですが。さて、韓国の馬良島についてですが、国内でも一番韓独島は強襲揚陸艦と呼ばれていますが、この艦は大型輸送艦とされています。同じシリーズの艦艇でなぜ呼称が変わったのか、どこかに忖度してからなのか、理由はわかりません。韓国メディアの多くが一番艦独島、二番艦バラ島を建造したことによって、我が国は航空母艦建造のノウハウと技術を確実に蓄積できたと自画自賛的報道をしているそうです。韓国内には航空母艦保有について否定する意見はないようです。軍事力が上がったと喜んでいるのかもしれませんね。とはいうものの、現実を知る論者たちからは危惧する意見もあるようです。何と言っても韓国最大の仮想敵国は同じ民族でありながら、現在も一時休戦状態にある隣の北朝鮮です。そう、1950年昭和25年から1953年昭和28年まで続いた朝鮮戦争から70年近く経つのに、現在は休戦しているだけで戦争は続いていることになっているのです。驚きですね。まあ、2008年平成20年に観光地の金剛山を攻撃して観光客を死亡させたり、2010年平成22年には野別坪島を攻撃して韓国軍兵士を死亡させるなど、忘れた頃にいきなり攻撃する北朝鮮は常在戦場精神なのでしょう。といった状態なので、地続きの北朝鮮対策として韓国が航空母艦を保有するのは有効策とは思えない。 F-35 ライトニング 2A 型の配備を減らすことは避けるべきだというのが現実論者の意見ということです。つまり、北朝鮮との戦争にとって海は重要ではない、空の防衛を固くすべきだという見方でしょう。地図を見てわかるように、狭い韓国の領海に空母を置いても宝の持ち腐れになりかねないということでしょうか。試験ですが、このような意見は韓国の地理的軍事的状況を考えると的を置いた意見と思えます。でも、韓国世論の多くは、日本が竹島、韓国名、独島を軍の力で奪還しようとメロンでいるから、対策として空母は絶対必要というのです。ここでツッコミを入れると、奪還も何も、竹島はもともと日本の領土ですからね。韓国の言い分は意味不明と言いたくなるものです。何にせよ、日本が前述2艦の航空母艦化を決定したことが韓国の対抗意識に火をつけてしまったのでしょう。韓国内の航空母艦を持つべきだという声におもねるというわけではないのでしょうが、外国に空母を見せつけることによって韓国の力を誇示すると同時に危うくなっている自分の政権の支持率を維持しようという現文政権の意図を感じます。そういえば、内政の危機を外国の敵のせいにして政府関係者は逃れようとするという手法は古くからありましたね。日本もそうですが、こういった手段は悠久の歴史を持つ軍事大国中国のお家芸ではなかったかなと思います。中国が北朝鮮のバックにいることは見え見えですし、北朝鮮と韓国は日頃対立していても、ことが日本に関係するとすぐ手を握るというのも嫌というほど見せられてきましたよね。そう考えると、中国の影がちらつくのは筆者だけでしょうか。韓国は馬良島に続く3番艦について、すでに白霊島、
両の右に羽がつきます。ペンニョンドという名前で建造計画を進めています。ということは、この艦が最近本格化しつつある韓国初めての軽空母になると思われます。それにしても、艦の影も形もないのに、名前だけはもう決まってるんですね。逆じゃないかと感心してしまいます。この軽空母計画で気になることがあります。今までドクシマなどを作ってきたのは、ハンジン重工業者でした。しかし、3番艦の建造は、ヒュン大重工業者とテウ造船海洋社が入札に名乗り出たそうです。現代も大宇も、韓国では有名な大企業で、一大財閥としての地位にある会社です。政界とも深いつながりがあるというのは有名ですね。前述のように、韓国は、ドクシマ級強襲揚陸艦の建造を通して、航空母艦建造に関するノウハウと技術を積み重ねてきたと自慢げに報じてきました。にもかかわらず、巨額の予算を投入する国家プロジェクトなのに、建造企業を変える方向に進んでいるのは、何とも不思議というか、むしろ隠したい意図が存在するのではないかと憶測しそうです。現代、大宇どちらの企業が作るにしても、韓国単独で航空母艦を作ることは困難でしょう。というか、無理でしょう。一つ救いがあるとしたら、現代重工業者には、イギリスのバブコック社、クイーン・エリザベス級航空母艦を建造が支援する予定になっていることです。また、一方の大宇造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社が支援する予定ということです。3番艦の初期設計については、ヒュン大重工業者の案が採用されているので、当然バブコック社が支援し、クイーン・エリザベス級航空母艦と同じスキージャンプ発艦方式を採用する可能性が高いとされています。テウ造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ社、イタリア海軍強襲揚陸艦トリエステを建造のコンビは、ドクシマ級強襲揚陸艦と同様に、船体を小さくして、小回りの利く運用を計画するのではないかとされます。このトリエステ艦は案外小型なのですが、ヘリコプターと F-35 を合わせて、最大20機ほどが艦載可能ということなので、航空機の運用能力は低くはありません。ミニサイズに戦闘機がたくさん乗せられるというのは、むしろ効率的ではないでしょうか。ただし、この2社コンビ案は、スキージャンプ方式は採用していません。余計なお世話かもしれませんが、個人的には、現代重工業社&バブコック社案より、大宇造船海洋社&フィンカンティエリ社案の方が、現在の韓国の現状を考慮すると、使い勝手がいいのではないかと思います。